ソジポジとはオープンソースのドローソフトで2004年に開発終了しインクスケップに引き継がれた。ラフレビンが開発したドローソフトであるジルからのフォークとして開発された。メイン開発者はローリスカピンスキーでその他複数の開発者が携わっていた。2003年に本ソフトウェアのフォークであるインクスケップに引き継がれる形で更新されなくなった。 ソジポジという言葉はエストニア語の子供言葉であるミッシュマッシュやホジパジを意味する。本ソフトウェアは使いやすいベクターグラフィック編集とアーティスト向けのドローソフトとして開発することを主な目標としていた。SVG を本ソフトウェアのネイティブファイルフォーマットとしていたものの SVG 標準の完全な実装を意図するものではなかった。また、 SVG データのインポートとエクスポートが可能で PNG のラスターグラフィックスとしてエクスポートすることも可能だった。インターフェースは GIMP と同様コントロールドシングルドキュメントインターフェースが採用されていた。Linux と Microsoft Windows に対応しており2004年2月11日に公開された0.34が最終バージョンだった。また、 GNU ゼネラルパブリックライセンスのライセンスで公開されたフリーソフトウェアだった。ソジポジは世界中の記号や旗の SVG 形式クリップアートを収集する作業を始めたが、この作業はオープンクリップアートライブラリーを盛り上げるきっかけとなった。2003年、ソジポジの開発者集団がインターフェースの再設計や SVG 標準のより近い適合を含む異なる。 目標を掲げソジポジのフォークとして、インクスケープの開発を始めた。ありがとうございます。